住紳一郎の日曜天国。おはようございます。2月13日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日は関東地方この後広い範囲で雨や雪になる見込みです。南岸低気圧の接近で南部では午前中から午後からは広い範囲で雨や雪になる見込みです。北部山沿いや秩父地方多摩地方では降り始めから雪になる見込みで、月曜の朝にかけまとまった積雪量になりそうです。雪のピークは今夜遅くの見込みで、明日未明まで降り続く予想が出ています。東京都心でも5センチの降雪量を予想しています。気温が予想より下がった場合は積雪がかなりな量になる可能性があります。警戒してください。最高気温は東京千葉で7度、前橋水戸で9度、熊谷で8度、横浜で6度の予想です。スタジオになります赤坂もまだ雨は降っていませんが、かなり重たい空が広がっています。今日は関東地方広い範囲で雨または雪の予報です。3連休明け月曜日は雪の中での通勤になるかもしれません。ただ月曜日関東地方明け方まで雪や雨残りますが、日中は晴れる予定です。日中は気温が上がり、最高気温各地10度前後になる見込みです。さてこの後どれぐらい雨雪が降るかということですね。まあ休みの日でよかったというところあるかもしれませんが、お出かけの方は十分考慮してお出かけください。今週は天気が変わりやすいようです。火曜日再び関東で雨、水曜以降は晴れて寒い日が続きます。なるほど、なかなか1週間でバッドニュースが固まりましたね。そうですか、そうですか。日曜日雪、月曜日晴れ、火曜日雨、水曜以降晴れる、でも1週間寒い。あんまりポジティブな要素ありませんでしたけども、3連休明けですからね、気持ち切り替えてお仕事学校などに向かっていただきたいと思います。気象庁の1ヶ月予報によりますと、2月いっぱいは平年より気温が低い状態が続くようです。先週木曜日はね、雪の予報でかなり警戒してましたけども、私が生活している範囲ではさほどそんなに警戒しているほどじゃなかったなというところでしたけれども、はい、今回はどうなるでしょうか。先週もお話ししましたが、東京都心でも、この言い方がね少しね当然ね最大公約数的な予報になりますけれども、一体どこまでなんだっていう気はいたしますが、はい、3連休は皆さん何をしていらっしゃるんですか。なんとなく過ごしてるんですか。ねえ、まん延防止出ているものの不要不急の外出控えてほしいということではありますが、そこそこ街など出ましても人は出てるなという感じいたしますね。現在ホテルで療養中という方からいただいています。品川区の白い T シャツさん、40代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。風邪気味だったのですが、自分はあまり人と会っていなかったので安心するため PCR 検査を受けたらまさかの陽性でした。ワクチンも打ったし、外に食事なんて行っていないのにどこで感染したか全く分かりません。自分は宿泊療養を選択しました。ホテルに入るとき以外は入り口も閉められていて、スタッフと顔を合わすことは入所するときだけです。ホテルだからタオルは気持ちいいだろうなと思っていたら、多分消毒などが大変なんでしょうか。枕はぺったんこ、バスタオルは使い捨てのペラペラの1枚があるだけでした。使い捨てバスタオルは1枚だけで、その後滞在中は支給されないんだそうです。ああ知りませんでした。何もしていないのに時間になるとお腹が鳴ります。ほぼ毎食違うお弁当屋さんです。もう食べることしか楽しみがないので、東京都は頑張っていろいろと考えてくれているなと感じました。お弁当が用意されると館内アナウンスで呼ばれます。
この時だけ部屋から出ることが許され、皆静かにお弁当を取りに行き、一言も話すこともなく戻ります。収容所という感じです。持って行ってよかったのはいつも使っているスリッパとマグカップでした。ドリップコーヒーも便利です。ゼリーやバナナ、飴、お菓子、炭酸飲料などもっと持ってくればよかったなと思いました。入って数時間でコンビニが恋しくなりました。宿泊施設にもよると思いますが、使い慣れたタオルも持っていくといいようです。本や雑誌も数冊持ってきましたが、普段あまり本を読まない自分はやっぱりこういう時でも読みません。そうね、ちょっと ね、 なるほどね、うん、こんな時は勉強してみようかなと思うんだけども、やっぱり、ね、うん、そんな簡単にね、うん、急に自分の好学心が上がるわけでもなく、差し入れもできますが数日我慢すればいいと思い頼みませんでした。震災のボランティアに行った時のことを思えば全てが快適です。まさかボランティアの心の経験がこんな時に役に立つなんてと不思議なものです。ちょっと不便な経験って心を鍛えるために必要だなと改めて思っています。ダイヤモンドプリンセス号の出来事が思い浮かびました。当時は今ほど情報も入ってこなかったし、重症化もあったからもっと不安だっただろうし、全てが大変だったんだろうなと思います。今は東京は80人に1人が療養中とニュースで聞きました。あとどのくらいで落ち着くのでしょうか。皆様ご自愛ください。品川区の方ですね。ホテル療養を選択したということですね。ご家族がいる方はホテル療養を選ぶ方が最近は多いというふうなニュースも見ていますけれども、なかなかホテルで7日間になるんですか、10日間になるんですか、ごめんなさいちょっと定かじゃありませんが、なかなか大変ですね。大変ですね。ご家庭で一緒にっていうね、どうにか隔離してっていうお家も本当に大変そうですし、ね、どちらも大変ですね。そうですね。もしホテルの療養中、あるいは自宅で療養中という方で今日はラジオ付き合いという方いらっしゃいましたら、何なりとお申し付けください。私たちのできる範囲でやらせていただきます。さて、それからオリンピックですね。冬の大会行われています。皆さんご覧になってますでしょうか。連日楽しく見ています。そうですか、金曜日はスノーボード男子ハーフパイプ、平野歩夢選手が金メダル取りましたし、昨日は小林陵侑選手スキージャンプ銀メダル、そしてスピードスケートもね、銅メダル。そうでしたね、はい、平野歩夢選手ハーフパイプご覧になりました。はい、13メートル超える高さで、素人目に見ても平野選手が一段抜けているなという感じしましたよね。しましたね。本当にかっこいい、下コンクリートくらい硬い雪氷と言われてますけども、あの高さで大技を続々次々決めるスピード感に見せられますし、表彰台に乗るとやはり欧米の選手と比べると体格が全然違いますもんね。そうですね。そこもまた驚きであり、滑ってる時は全く感じませんけど、表彰台に上りますとね、あ、こんなに大きな選手相手に戦って全くそれを感じさせない。インタビューなどでもまた実直でひたむきな姿勢、競技に打ち込んできたんだろうなという言葉の選び方に見ている人の心をつかむなという感じがいたしますが、特に今回はコロナのこともあったからかと思いますけれども、アスリートの皆さん方の言葉がね、何か非常にこう、感動という言葉で片付けるには簡単すぎますけれども、本当にその人の苦悩やこれまでの打ち込んできた時間が込められていて、私個人的に随分と選手のインタビューに心打たれている一人なんですけれども、スキーのモーグルの女子選手の川村あんりさんのインタビューもいろいろニュースになってましたけれども、住吉輝沙羅さんっていうね、女子選手15位ぐらいだったと思いますけれども、モーグルで住吉さんのインタビュー、私も家で見ながら号泣してしまいましたね。4年間ずっと滑っていても楽しいと思ったことは一度もありませんでしたね。何のために生きているのか分かりません。でも今日はたくさんの応援をもらって久しぶりに楽しく滑れましたって言ってましたね。本当に、いや、日本を代表するトップ選手でね、
4年5年楽しく滑れなかったんだ、そんな苦悩を抱えながら迎えたオリンピックって聞きますと、もう本当に先に言ってくれたらもっと応援したよと思いましたけども。ねえ、あとは平野歩夢選手金メダルを取った時のテレビ中継 NHK が放映してましたけれども、サブチャンネルがねギリギリの切り替わりでということでしたけれども、この番組聞いてらっしゃる方は私がサブチャンネルの使い方を口酸っぱく指導してましたんで存分に対応できたかと思いますけれど、急にサブチャンネルって言われても分かりませんもんね。そうなんですよ ね、一度ね誰かが温度取って練習しといた方が良かったんじゃないかなと思いますけれども、リモコン持ってサブチャンネル、そうなんですよね、デジタル放送になりましたんで一つのチャンネルで周波数帯が少し多めになってますから、一つのチャンネルで3つぐらい番組本当は出せるんですよね。それだけの潜在能力があるんですが、その分画質が落ちるんですよね、うん、解説が中井孝春さん、実況は新田悦夫アナウンサー、新田さんは NHK のアナウンサーじゃなくて TBS のアナウンサーなんですよ。そうです、オリンピックはねジャパンコンソーシアムって言って NHK 民放それぞれからスタッフアナウンサーが数人ずつ派遣されて日本向けの放送を人所帯で作りますんで、 NHK の放送なので NHK のアナウンサーかと思いきやそういうことはなく、 TBS の放送だから TBS のアナウンサーかと思いきや他局のアナウンサーがやってたりとかするわけですけれども、ぜひ名前覚えていただきたいと思います。私の後輩なんですよ、新田悦夫アナウンサー、よかったですよね、どうですか8年前、この番組聞いてる方は8年前私ソチオリンピックの時から皆さんにお話ししてきましたよ、覚えてますか、スノーボードの新田くんの実況がビタビタで最高だからぜひ聞いてほしいっていう風にいやついにですよ、言ってました、ビタビタで言ってました、ね、平野歩夢選手の金メダルとともに新田さんの実況がたくさんの方に聞いていただけて私本当に嬉しい、同僚後輩の活躍本当に嬉しいんです。あまりね裏方の人間の話をベラベラ喋るっていうのは本意じゃないんですけども、ちょっとねここは新田さんの話をさせてほしいんですよね、よかったですよね、よかったですね。ハーフパイプってのは技の名前がカタカナで長いですからね、で私たちよく分かってませんから呪文のようになるんですけども、よどみなくねスラスラと、よどみなくスラスラと素人から聞くとよくわからないけど強い意志でカタカナをスラスラ繰り返されると、これはもうほぼ宗教ですからね、聞いてる方は恍惚としてしまって、これはもう信仰のきっかけになりますから、恍惚としますね。いやいやそういうものですよね、グーフィースタイルからドロッピン、バックサイドエア、チャックフリップ、1080なんて言われてわかんないけど、うんうんうんなんて聞いてる、強い意志で言われるからね、うん、バックサイドエアなんて言われて、ジャックフリップ1080って言われるから信じるしかないから、信じるしかないもんね、うん、みたいな何みたいな、キャピトレバスビリの葉っぱ踏み踏みみたいな、よくわかんないけど、みたいな、正しいんでしょう、うん、絶対に、いやテクマクマヤコン的なことですよね、般若心経とかゴマ経と一緒ですもんね、なんか繰り返してくださいなんて言われてナムイズナダイゴンゲン、ナムイズナダイゴンゲンなんて言うでしょ、パラミーターフリダヤハンニャハラミーター心境、よくわかんないけどなんか言ってるうちにもうエクスタシー感じちゃって、そうです、そうです、あなんか声を大きく出しますみたいなことになるわけでしょ大事ですよね、うん、カタカナ英語ね、またほらあの回転数をカタカナでね、うん、言うところに何か喜びがありますよね、うん、そうですね、勉強になりますね、もう皆さん分かってると思いますけど1回転すると360度ですからね、うん、でそこに180度ずつ加えていきますもんね、スノーボード横乗りですから、うん、必ず180度刻みですもんね、うん、90度で着地したら山登っちゃいますからね、だから360に1回転に180度加えると540度、540ですもんね、で2回回ると720度で720ですもんね、で3回回ると1080度で1080ですよね、そういうことだったのか、そうそう、4桁の英語ってこうやって読むんだっていうことですよねそうですよね、そこもね、うん、で
1260になると1260度だから3回転半、うん、1260、この辺からもうちょっとついていけないもんね、うん、一瞬聞くとうんってなるもんね、うん、うんってなっちゃうもんね、1260。そうですね。いや、そして平野選手が繰り出して世界が驚いたのが4回転360°×4 だから1440 1440ですもんね。あ、そっか、それ、聞いた聞いた、はい、はい、で縦3回だからトリプルコークの横軸回転1440トリプルコーク1440ですもん。ああ、もう言いたくて仕方がないでしょ。言いたいです、ね、皆さんどうぞ言ってください。やった、トリプルコーク1440ですよ。540からいきますか。540どうぞ。540 720 1080 1080 1260 1260 1440 1440。あ、気持ちいいですよ ね、 ね、続けていってみましょうかね。技も入れたい、技も入れたい。じゃあ特別にですよ。じゃあ、うん、難易度一つ下げまして、バックサイド、これあれですね、後ろ向きに入ったってことですよね。だからどっちかっていうと技出しにくい方なんですけども、バックサイドダブルコーク1260、バックサイドダブルコーク1260、3回転半どうぞ。バックサイド12コーク、あ、バックサイドの3回転は難しすぎますから、2回転のダブルコークの1260、どうぞメモしてください。お電話の際は日曜天国聞いたとお伝えください。バックサイドダブルコーク1260、うん、オッケー、はい、バックサイドダブルコーク1260、はい、それ早く言うと気持ちいいですよ。バックサイドダブルコーク1260、いいですね。その前にトリプルコーク1440、トリプルコーク1440、そしてバックサイドダブルコーク2060。あ、練習が必要です。必要です。気持ちいいですから、気持ちいいです、書き出して言ってみてください。ナムイズナダイゴンゲンに近いですから。本当だ、トリプルコーク1440、キャブダブルコーク、あー、バックサイドダブルコーク1260、あ、いいでしょうね。うん、ちょっとお父さんダイエットコーク買ってきますみたいなことで最高ですよ。羨ましい。気持ちがいい、ね、もう4桁の数字英語で言いたい欲求にまみれてしまっている方にはですね、夏の日の1993をお勧めします。男性デュオね、170万枚ヒット、ね、夏の日の1993、ね、失礼な歌、ああ、そう、夏の日の1993、1993、いいですよね。トリプルコーク、バックサイドダブルコーク1260、夏の日の1993。これで最高ですか。1993、恋をしたお君に夢中、トリプルコーク1440でいいですか。これを8年前に言ってますからね、私。新田さんはですね、新田さんね、新田悦雄アナウンサー、仕事ですからね、やって当たり前ですし、裏方の人間のことをこうやってベラベラ紹介するのは違うんだと思いながらも、皆さんだったら聞いてくれると思ってお話ししていますけれども、本当に後輩のいい仕事を見るというのは嬉しいなと思いました。今回新田さん行く前に少し話しましたけども、北京に行く前もやっぱり混乱してますからね、飛行機のチケットがなかなか手配できないんだ、あるいは北京に行ってからも行動制限がありますし、北京に行く前にもやはり行動に制限があるということで、行く前も大変だったっていう話してましたけれども、なので北京に行くとね、しばらく帰ってこれないんで、行く前に散髪髪を切っていきたいんだけども、なかなかその日本で美容室に行くこともなかなか準備ができないんで、家で奥さんに切ってもらって北京に出発したなんて言ってましたけれども、なのでどんな髪型になってるか個人的には興味あるんですけど。ありますね、あとは北京大会の前が韓国の平昌大会ですね。平昌大会の時もスノーボードは TBS の伊藤隆介アナウンサーが担当で、その前のロシアのソチオリンピックが新田悦雄アナウンサーで、その前が
なので北京の前の前の前ですね、カナダのバンクーバー大会の時はスノーボードのハーフパイプの担当は TBS アナウンサーで、誰だったかと言いますと、これはあれですよね、小笠原渡るアナウンサー、サニー小笠原ですよ、ジェンス相談は踊る月曜担当、サニー小笠原ですよね。昨日夜サニーに会ったんですけども、バンクーバーの時も俺は技の名前をちゃんと言ってたけれど誰にも褒めてはもらえなかった、お疲れって言ってましたよね。なので相談踊るのリスナーの皆さん、どうぞね、日曜明けまして月曜、はい、明日ね、はい、もし何かね、既得な方いらっしゃいましたら、サニー小笠原にも一言ねぎらいの言葉をと思います。そうですね、いやそんなにしんみり聞く話じゃないんですよ。でもね、突然脚光をね浴びますもんね、ゴルフの時もそうでしたように、あ積み上げて積み上げてね、そうですよね、一方私もね北京オリンピックの番組の司会進行担当 MC ということで、はい、高橋尚子さんとやっているんですけども、本来だと北京の特設スタジオからやる予定だったんですが、やはりコロナの拡大防止の観点から北京には行かず東京にいながらということになりまして、北京にね行って特設スタジオからだとできていたらね、朝の番組もこのラジオもねどなたかにお願いしてということだったんですけども、東京にいるということで両方できますねということになりまして、本当に恨むべくは COVID-19 ということになりますね。おかしいなと思いながら働いてますけど、私もね本当に働いてらっしゃる、いやいや、まあそれはね全然構わないんですけど、本当はだから北京にいるはずだったんで、朝の番組はこのラジオなんかも北京にいる安住さんなんて言われて、はいなんていう風なことをやってたんですけども、もうエブリデイ東京にいますからね私ね、なのでずっとできるっていうことなんですよね、ずっと出てる、本当に恨むべくは COVID-19 ってことになりますね。ちょっとね、まあ、こんなこと言ったら絶対ね、怒られますけど、本当にグーフィースタイルからドロップインCOVID-19って感じですよ、本当にあれみたいな、19が言いたいだけですけども ね、はい、ここだけ切り出さないでください。北京にいるかのようなバーチャルスタジオを作っていただきまして、ね、XR ステージ東京という名前がついていますけども、かっこいいのよ、XR ステージ、エクステンディッドリアリティ、現実の向こう側っていうのかな、エクステンディッドリアリティですって、XR ステージ、まあ要はバーチャル仮想現実みたいなことですか。後ろに北京の映像があって、そして私たちは東京にいるんですけども、北京にいるかのようなということですね。北京の国家スタジアム鳥の巣の前に高橋尚子さんといるかのようなという、素晴らしい技術ですよね、はい、そしてスイッチ一つでスノーボードのハーフパイプのコース、7メートル50センチの深いところにいたりとか ね、あるいは見下ろすリップサイドに立ってみたりと、まあ素晴らしい技術だなと思いますが、私と高橋さんあのスタジオでコート着てるんですよね。で見てる人は暖かいスタジオでお芝居が混んでるなと、コート着てまあ念の入れ方がすごいななんて少し嫌味半分言われるんですけども、実はですね、XR ステージ場所は明かせないんですけども、実はあのステージ半露天なんですよね。へー、ちょっとね壁がない場所に作ってるものなので、先週の木曜なんか東京雪降るなんて言ってましたでしょ。そうですね、なかなかなんですよ。なので時折私たちの口から白い息が漏れたりしますが、これはね技術じゃないんですよ、これは現実なんですよ。で風がちょっとほんのり吹いたりするんですけども、いやすごい仮想現実の XR 技術だなと思ったら、これ実はね技術じゃなくてね、もうリアリティリアリティなんですよ。Not extended reality なんですよ、知らなかった。そうなんですよ。なのでちょっとね寒そうな感じで立ってるのは、あれはバーチャルじゃないんですよ。本当にねいい言葉だなと思いますけどもね、エクステンディッドリアリティなんですよね。ぜひオリンピックの模様、月曜日2月14日そして2月20日日曜日に TBS テレビの放送がありますので、よろしかったらぜひオリンピックを TBS テレビで観戦してみてください。XR ステージ東京、寒いんですよ。Not extended reality 2022 ってこ
ことですね、ってことですよ、そういうことです、そうなんです、ちょっと言いたかったんです、すいませんね、そうですね、うん、決め技でしたね、そうですね、バーチャルだけじゃない2022年ということですよね、あれこの面白み伝わりました。もう一回聞きたいかな。あ、そうですか、はいはい、Not Extended Reality 2022ですね、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。いやー寒いの嫌だなっていう感想ですね。いやー4桁の数字英語で言いたい。言いたいね、言いたいね。ないかな。2022年も2022ですよね。2022ですね。はい。4桁の数字英語で言いたい。私に言わすチャンスをください。いいですね。10時25分とかね、いちいち言っちゃったりして。そう、いちいち言いたい。言いたい。今日のメッセージテーマはこちらです。ちょっとズルしちゃったこと。兵庫県からいただきました、ありがとうございます。味噌味さん、31歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私のちょっとズルしちゃったことは赤福です。はい、うん、伊勢名物、赤福大好き。子供の頃お土産でもらった赤福がおやつにあるときは1人2個までと数が決められていたのですが、ヘラ、で隣の餅が見えるくらいギリギリまであんこを取って食べていました。大人になった今はちゃんと一つ分のあんこしか取りません。31歳の方。これはね、怒られますよ。ちょっと侵食しちゃったんですね。ちょっとね、手元不匂いなんて言ってね、ちょっとね、ちょっと手前の方から入っちゃったりする。ちょっとすいませんなんつってね、ちょっとカットインが手前から入っちゃいました。グリッとね、ギリギリのところ垂直に入んないでね。そう、なんかちょっと角度つけてグッとこう、よそ様のところの土地をちょっとこうえぐっちゃって斜めに入ってねえ、あとで人生帳尻合わせありますよ。やめてください、こういうのね、本当にね。バイキングでもね、オリジン弁当の総菜のあのグラム量り売りのところとかでも、ほらサーモンのマリネとかサーモンだけ取るような輩がいるでしょう。ああいうのも人生必ず帳尻合わせきますから。きますか。ほんときますよ。ダメダメ絶対、その目の前の欲求なんてもう本当にただもう現実しか、もうそういうのを見ててその人のこと嫌いになる人の多いですから。そうかもね。ねえ、はい、やだやだ、もういるでしょ、ほらイカとキュウリの酢のものみたいなおかずをさ、 50g いくらだっつってイカばっかり取ってさ、で喉に使えちゃってさ、おえおえやっててさ、本当にさ、ちゃんとバランスってものがありますからね。えやだやだ、本当に心当たりありますでしょ皆さんも。ねえ、そんなね、ずるしたってそんな人生変わりませんから。それだったらね、周りの人に嫌われない人生の方がはるかにいいですから。すいませんね、今ちょっと自分で投げたブーメランもう早速自分の方に戻ってきてますけど。神栖市からいただきました、イースター大福さん、37歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。神栖市も2年くらい前お邪魔してすごくいいところだったわ。この話またちょっと今度ゆっくりさせてください。神栖市、ズルの定番といえばズル休みですが、どうしても職場に行きたくない時ってありますよね。ありますよ。電話口で具合の悪さを演出するための奥義として人から聞いた裏技ですが、ベッドに仰向けになり、ベッドから頭を落とした状態で電話をすると自然に具合が悪そうな声になるというのを実践したことがあります。これは結構腹筋がきついんじゃない？ベッドに仰向けになって頭がベッドに乗ってない状態でしょ？首だけね、落とした感じ、落とした感じになるともう喉は締まるし腹筋はプルプルしてくるし、はあ確かに、すみませんちょっと風邪ひいちゃったみたいでというその声は本当にナチュラルに鼻声で具合の悪い人のように聞こえ、上司からも、あ、無理しないでゆっくりゆっくりと気遣われ少し心が痛みました、電話が終わったら元気にベッドから起き上がり録画していたテレビをしっかり見ました。37歳の方、素晴らしいねえ。最近はほらノイズキャンセラー機能みたいなのがあって電話の周りの音っていうのがあんまり相手に伝わらないっ
ていうことらしいですけど、昔は結構ね電話の外の声ってのよく伝わりましたよね。そうでしたね。私も嘘電話で屋外からかけてるって体裁なんだけども、家の中にいるときはですね、はい、台所の換気扇の下で電話すると屋外にいる雰囲気が出るんで、ね、よく換気扇の下でね電話をしていました、まあ、かなりのズルですけどもね。そう、ちょっとねありますもんね、ザーザーってした雰囲気がね、はい、そう、あ今急いで向かってるところですなんて、ね、全然家にいる、ね、声大きめに出して声大きめにね、ちょっとよく聞き取りづらいんですけどなんて言って、途切れ途切れになって、な昔ちょっと電波悪いんで一度切りますなんてありましたね。最近電波の状態がいいんでそんなことないですもんね。皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 3584-0954 でお電話をお受けしています。ファックスの番号は 03-5562-0954 5562-0954 E メールのアドレスは nichiten@tbs.co.jp nichiten で nichiten@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天の音、3名の方にカルピセット、5名の方に醤油大使セレクトミニボトル5本、三口醤油皿セットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター井野孝之さんの制作によるオリジナルポストカード、朝に間に合うかしらをお送りしています。今日のテーマ、ちょっとズルしちゃったこと、皆さんからのメッセージお待ちしています。日天お出かけリサーチ、今週も隣のスタジオからのリポートです。柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。先日あるオンラインイベントに参加してみました。心霊配信の夜はあなたのパソコンが呪いの舞台となるオンラインのホラーイベントになります。参加者のミッションは自身にかけられた呪いを解くということ。その鍵はウミガメのスープをモチーフとした推理ゲームになります。このラジオを聞いた皆さんは呪われてしまったかもしれません。呪いを解き明かすにはご参加いただくしかありません。これはね、パソコンで体験するっていうね、およそ100分間のホラーの配信イベントなんですよ。怖いじゃない。その名も心霊配信の夜。怖いですね、うん、見るだけで死に至るという噂の呪われたホームページってのがありましてね、はい、ある人物がその真相を確かめようとネットで配信していたのをあなたは見てしまったわけですよ、うん、ここから先はねぜひ参加してみてください。怖いですね。この作品の監督で、うん、ホーラーコンテンツを専門に手掛ける株式会社、その名も闇ってのがありまして、はい、その代表のトンカ聖太郎さんおすすめの楽しみ方聞きましてね、うん、部屋の電気を消してヘッドホンで楽しむことだって言うんですよ。私もその通りやってみましたよ。はい。うわやだやだ、なんか落ちてそう。どうかしましたか？柳沢さんが聞いた時の、はい、これね、監督から怖さレベルべらぼうに高いわけではないって聞いてましたからね、はい、いや私はね、でもね、お化け屋敷で非常口から出してもらったことがあるほどの極度の怖がりでしてね、絶叫しましたね。背中がゾクゾクして怖かったんですね。これ家のパソコンで聞いてるの？ええ、ですから自分の部屋で自分のパソコンだから怖くなんてないだろうと高くくってましたらね、ええ、逆にね、自分の家や自分のパソコンの中に怖いものがビャーッと侵入してくるわけですよ、うん、この感覚とね、没入感が味わったことない体験だったな。怖かったな。確かに自分のパソコンにそういう嘘とはいえ、リアリティのある脅迫めいたことが次々と送られてきたりすると、ね、なんかちょっと誰かに相談したくなるよね。怖い余韻が続くんですよね。でオンラインならではの仕組みってのもありましてね、はい、推理ゲームを他の参加者とチャットでやり取りして解いていくんですね、はい、そこはちょっと楽しくてワクワクしましたねそこはじゃあ普通の声色でいいじゃないオンラインホラーシアター×ウミガメのスープ、うん、心霊配信の夜は2月28日まで毎日夕方以降1日3回開催しています。チケットおいくらですか？2800円、2800。詳しくは公式サイトを確認してもらうのがいいですね。以上です。
時刻は10時44分です。さばいて日天、今朝の担当、隣のスタジオから赤荻歩美アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは今日お伝えするテーマはこちらです。餃子以外にもやっています。先週このニュース何度も耳にしたかと思います。それは宮崎市が初の日本一。そう、餃子の話ですね、はい。宇都宮と浜松の熾烈な戦いの中、伏兵の宮崎市が日本一をかっさらったと話題になりました。そんな餃子戦争、元になっているデータは総務省家計調査です。毎年2月に前の年の分の結果が出るので、この時期に話題になるんですね。調査対象は全国の県庁所在地、政令指定都市の無作為に選ばれた世帯ということで、はい。で、調査項目は食品から日用品までおよそ690あるんですね。細かいところではふりかけとか昆布の佃煮、手袋、墓石なんてものもありまして、毎日のすべての支出を家計簿に記入で、主に年間の支出購入額と購入量、これを算出しているんですね、うん。で、国が行うこれほど細かく大規模な消費者調査っていうのは海外にもほとんど例がないので、世界最大のマーケティング調査とも呼ばれています。ただこの家計調査、餃子の話題ばかり目立ちますけれども、およそ690の調査項目の一つに過ぎないわけなんですよね。そこで最新の家計調査を読み込んで、ほとんど取り上げられることのない餃子以外の日本一をピックアップしてみました、はい。まずは納豆です。納豆、まあ水戸市の一強なんじゃないのって思いきや、2016年を最後に水戸市って1位ではないんですね。じゃあ水戸をしのぐ町はどこなのか、ヒントは、水戸の地元関係者が分析した日本一への課題として、秋以降消費が伸びない問題というのがあるようで、まあ反対にライバルは冬に納豆を消費しているということですね、まあ、はっきり言っちゃうと味噌汁に入れて飲むことが多い地域です。山形じゃない？わあ、鋭いですね。山形2位なんです、1位ではないんですね、うん。1位は近いですよ、購入額、福島市が1位で、2位が山形市となっていますね。やっぱり冬寒くて、こうタンパク源として味噌汁に入れて飲んできた地域が強いということで、水戸市現在3位です。へえ。では続いてケチャップの購入量を見ていきましょうか。ケチャップ購入量日本一、ここは甘酸っぱいものを好む県民が暮らしています。1位、名産は押し寿司、みかん、梅、というと梅が出たらもう和歌山じゃない？そうですよね、やっぱそうなりますね、そうです、和歌山市ですね。かつてはあのケチャップのメーカーカゴメも和歌山県内に工場や農場を置いていたそうです。さあ今度は最新データから関東の日本一見ていきましょう、まずプリン、日本一プリンの購入額が多い町はどこでしょうか。それはわからない、この町がある県はですね、とにかくお菓子の製造工場が多く、スイーツ熱が高いですね。お菓子の工場が多い？多いです。どこだろう、経産省をまとめたスイーツ出荷額の統計、アイスクリーム全国1位、ビスケットも1位、チョコレート全国2位と。横浜も近いんですけど、実は横浜は2位なんですね、1位はさいたま市です。さいたま市なんですね。人口に占める洋菓子店の数も全国トップクラスということで、さいたま市でした。あとちなみにさいたま市はおにぎりの購入額も日本1位、その他関東、ドレッシング前橋が1位です、ハム横浜、せんべい宇都宮が日本一を獲得しました。へえ、面白い。いろいろと挙げてきましたけど、でもやっぱり餃子の印象って強いと思うんですよね、やっぱそこには家計調査をうまく使っている宇都宮の存在と言葉のマジックが見えてきました。あの宇都宮ってもともと長年日本一だったんですけど、2007年に浜松市が政令市に昇格して調査に加わったことでライバルが誕生したと、で浜松が2011年に初めて日本一になった、そこで宇都宮陥落、さあ次の年どうなるんだみたいな餃子戦争が生まれて印象に残る、
あと言葉のマジックということで言うと、あの年間の支出額というので争われていて、これテイクアウトで買った餃子のみが調査対象になっています。つまり外食、店で食べる餃子とか冷凍餃子、これ対象になりません。そうなんですね。はい、冷凍餃子は冷凍食品の方に入ってしまいます。でもそこまで細かく伝えられてないので、なんとなくこう宇都宮っていうと餃子のイメージが強くて、宇都宮に行くと餃子屋さんに行きたいみたいになってくる。だからこう餃子、宇都宮と餃子っていうのは戦略も味もともになんかうまいということになってくるわけですよね。こういうふうに印象にいかに残るのかという餃子方式がありますので、まあ、他にもね690もの項目があって、参加自治体って何かしらの日本一を持っていますんで、この家計調査をうまく活かして来年注目される項目がどんなものになるのか、とても楽しみにしています。赤荻歩アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。和歌山の方からメールをいただいています。おはようございます。うちは夫が金曜日に陽性になり自宅療養中です。先ほどの品川の方と同様、隔離部屋にいる夫も食べることが楽しみなようで、昼は塩ラーメンが食べたいと望んでいます。はい、そうですか。ネットスーパーを駆使して食べたいものを用意し、トイレや洗面所の消毒、子供たちの勉強を見たり、何かと私はバタバタしております。夫は体重が減っていると言っていますが、私はごめんと思いながら食べまくっています。今夫から内線電話がありましたが、忙しいからと断りました。ひげ剃りを持ってきてくれとのことでした。明日から小学校を休まないといけない2人の子供たちに、なんとか家で我慢するようにと願っています。そうですか。お子さん2人小学生いて、旦那さんが陽性で部屋分けて隔離で、ねえ、ご自身も買い物に行けないですから、ネットスーパーで本当にてんとこまいだと思いますね。そうね。ちょっとずるしちゃったことをいただいています。群馬県ナウさん47歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。ずるしちゃったことを、ここには書けないものが多いのですが、書けるものを一つ、はい、いいね、やっぱり皆さん持ってるね。秘密はね、そうだよね。私は食い意地が張っているので、唐揚げを揚げるときは揚げながら一番美味しそうな皮がカラリと揚がったものを先に食べます。3個くらいペロリですね。そして夕食のとき息子たちには山盛り、夫にもそれなりの量、そして私は小皿に1個か2個、すると家族がまあまあそんな少しじゃかわいそうだから1個あげるよと、息子2人と夫から唐揚げをもらえるのです。いいいい、ママこれで十分だからみんな食べてなんて言っちゃって、マグロの刺身も美味しそうなものは先に食べてます。ケーキ屋さんでケーキを買うときは4人家族なので5個、その1個は帰ったらすぐ1人で食っちゃう。いいね、面白い、うん、いいよね。こんなことやってんだ、うん、いいママはねこれだけでいいから、あなた方食べな。もう3個ペロリ食っちゃってる。美味しい方から順番に。いいですね。それでご機嫌なお母さんの方がいいですよね。うんうん、ママもうちょっと食べないよ。いい、私はいい、本当気にしないで。美味しいとこ3個ペロリ。最高。安住紳一郎の日曜天国。魚心あれば水心、魚沼あればそこは新潟米どころ。 TBS ラジオ FM905 AM954、 時刻は11時です。この後は今日のゲスト、空想科学研究所主任研究員柳田理香さんをお迎えします。お楽しみに。それでは今日のゲストです。空想科学研究所主任研究員柳田理香さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は隣のスタジオからということですけども、先生今日白衣着て研究員らしいですね。またえ、あのこれ着るとやっぱりあの気が引き締まりますね。はい、かっこいいです。日曜天国には11回目のご出演ということになります。前回は昨年5月なので8ヶ月ぶりということですけれども、毎日子どもたちから質問が送られてきて、それに答えているということですけれども、コロナになってもやっぱり
子供たちの質問ってのは変わりませんか？え、もうたくさんいただきますね。そして子供たちの質問に答えるために先生も子供たちが読む本を、まあ、一生懸命読むわけですよね。そうですね。最近ですとやっぱりあの鬼滅の刃とか、はい、約束のネバーランドとか、呪術廻戦とかですね、先生はアニメや漫画に登場するヒーローや怪獣などの空想の世界を現実の科学で検証するということなんですが、先日女性誌の連載がありましたね。はい。これは何ですか？これはですね、実はあの前回あの日曜天国に出させていただいたときに、はい、その女性誌の編集長の方が、はい、この番組を聞いてくださってて、あら嬉しい。はい。まあ、もともとあの日曜天国のファンだとおっしゃってるんですけども、そうですか。あららら。でそれに自分が好きな番組に出たので、じゃあこの人を取り上げてみようということで、はい、女性向けのファッション誌で、空想科学をやるっていうことをやりましたね。いやいやいや、これはなかなか編集者も思い切った企画ですし、先生もさすがに女性ファッション誌にどういう空想科学を書いたらいいか悩んだんじゃないですか。そうだったんですけども、意外にあの、いろいろあったんですね。はあ、あ、結構書いてらっしゃいますね。はい。愛の不時着で主人公がパラグライダーで北朝鮮に不時着します。そんなことって科学的にあり得るんですかっていう、これはですね、調べてみたら、韓国の、はい、北朝鮮との国境付近の東海岸の近くって割と竜巻が多い地方みたいですね。そうですか。で竜巻はあの、長いものだと50キロぐらい移動したりしますんで、ですからまあその国境線を越えることも多分あるだろうっていう結論になりましたね。そうですね。一応あり得ると。あり得る、はあ、でまたあの、映画の、あ、映画じゃなかった、ドラマの中ではあの、はい、竜巻がトラクターを吹き飛ばしてましたから。そうでした。あれだとかなり強い竜巻でして、まあ風速90メートル毎秒ぐらいは出ていたと見られますので、そんな竜巻にパラグライダーで巻き込まれたら確実に人間は失神しますから、はい、であの主人公が北朝鮮の森の中で失神していたのも、はい、なるほど納得っていう感じでしたね。美女と野獣で人間と野獣が恋に落ちますが一緒に暮らして危なくないんですかっていう、はい、知りたい。あの野獣ってこう角が生えてましたよね、はい、であんな風にあの角が生えている動物っていうのは実はあの牛の仲間だけなんですね。ああそうですか。牛とかヤギとか鹿とか鹿、キリンとか、はい、で必ずこれ草食動物ですから、はい、少なくともベルが食べられる心配はなかったってことになりますね。あ、確かにライオンとかトラは角ないですね。そうですね。確かにバッファローみたいなの。ただやっぱりあの牛の仲間はあの一回食べた草をまた口に戻して噛み直すっていうのは反芻をやりますので、野獣もだからずっともぐ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 してたことになってちょっとベルが引かなかったか心配になりますね。それは柳田先生の個人的な感想じゃないですか。好きな人だったらあれですよ、食べてるの戻しても多分好きですよ。あ、大丈夫ですかね。そうね、確かに自分の彼氏が食べたものを4回戻してもう一度噛んでたらちょっと一緒に食事するの嫌ですね、はい、そう、まあそうかもしれないですね、いや面白いですよね。他にもいっぱいいっぱい。あと私個人的にすごく好きだったのは、お客様の中にお医者様がいらっしゃいますかという実際の確率はどれくらいですか。あ、これは意外にあの多いんですよね。多いんですか、はい、なんかレアケースの例としてよくね、使われますけど、これはでもあの、200人クラス300人クラスだと、飛行機がですね、はい、その中に医師が一人でも乗ってる確率っていうのは、はい、やっぱり 30% 70% 近くいきますよね。70% 高い方だと確率あるんですか。あの大きな飛行機だと。へ、飛行機が大きければ大きいほど、お医者さんが乗ってる確率というのは高くなります。へ、
だ聞いてみる価値ありますね。そうね。なので、うん、お客様の中にお医者様 70% の確率でいらっしゃるんですけどみたいなことですね。そうですね。ですから健康に不安がある方は、うん、なるべく大きな飛行機に乗った方がいいですね。そうですね。確率が高まります。ウマ娘たちは人間の姿なのになぜあんなに速く走れるのっていうのは、ね、これは確かに本当に驚異的な話なんですけども、はい、どうも100メートルを5秒ぐらいで走ってるんですね。あ、サラブレッドは、サラブレッドはそうですし、番組の中でもこうタイムを測ってるシーンがありまして、はい、やっぱそのぐらいで走ってます。そうですね。でこれ人間の場合っていうのは、はい、全身の全体重の 40% が筋肉なんですけど、はい、馬って 50% が筋肉なんですね。やっぱり走りに特化してるから。そうですね、おまけに人間は2本足ですけど馬は4本足だと。確かに、走るのに使う筋肉量が多いわけで、それで馬と同じぐらいの速さで走るっていうのはやっぱり驚異的ですよね。うん、なぜって聞かれるとなぜでしょうねっていうしかないんですけど。馬娘だから、はい、相当足の回転速くするしかないってことですかね。そうですね、バタバタバタというふうに走っていくしかない、うん、なので私たちがイメージしている陸上選手のストライドなんかとは全く違うわけですね。そうですね、確かウサイン・ボルトが 100m の世界記録を出したときに、はい、1秒間に4回ぐらい足をバタバタさせてたと思うんですけども、それじゃ全然ダメで、はい、9回とか10回とかですね。はあ、じゃあ相当あれですね、走っていて、はい、せわしないなっていう感じで、もう多分すごく応援したくなるぐらいの一生懸命な走りっぷりだと思います。女性誌に柳田先生の連載が、柳田先生の記事が載ったということですね。最高です ね。これ評判どうだったんですか先生。僕は、よかったそうです。よかった、はい、だと思います。いやすごい、なかなかね、結構しっかりした記事ですよ。そうですそうです。質問の数もとても20ぐらいありますですかね。すごい20、最高だ。さて柳田理香先生ですけれども、改めてプロフィールを紹介します。柳田理香先生、本名なんですよ ね。1961年昭和36年生まれ、鹿児島県種子島のご出身です。お父さんが名付けた理香という名前の通り、幼い頃から理香が大好きな少年時代を過ごし、東京大学理科一類へ進学、学習塾講師、学習塾経営を経て1996年空想科学読本を出版、シリーズ累計500万部を突破するなど、小学生から大人まで幅広く読まれる人気シリーズとなっています。先生もともと塾やったんですよね。そうですね、はい、最初は塾講師のアルバイトから始めまして、ええ、そのうち自分の方針でやってみたくなって、はい、塾を経営したんですけども、潰れましたね。どういう方針だったんですか。それは例えば、数学とかだと、はい、公式を覚えようとしてはいけない、うん、公式は自分で編み出せわっていうような指導ですね。なるほど、理想がかなり高いですね。そうです、名前がだいたい天下無敵塾っていう塾でしたね。一人一人努力すれば、誰だって自分たちの分野で天下無敵になれるんだ、はい、だから頑張れっていう思いを込めてたんですけども、やっぱりそういう教え方は、はい、次の中間テスト、次の期末テストに弱いですね。そうですよね、はい、まあ次のテストに向けての、まあその限られた勉強した方が結果は出ますもんね。そうですね、やっぱりそれでだんだん生徒が少なくなって、最後は潰れてしまいましたね。いやー泣ける話じゃないですか。いや本当ですよね。30年後40年後のことを考えると、先生の理想がやっぱり天下無敵塾なんだろうけれど、なかなか、そうですね、一人一人の子供たちから、その家庭から
お金をもらってやるっていう業態ではちょっとできることではなかったんですね、はい、そうですか、ええ、いやもう一回やってくださいよ、きっと今だったらそうですね、うん、時代が違いますから、そうそう、はい、ねえ、ちょっとそれでまあ塾の経営は、はい、トラウマになってるんで多分やれないかなと思います、ね、いろいろ辛い経験されたんでしょうね、はい、きっとねすごい保護者から詰められたりとかしてねそんな理想よりもなんつってそうですね、そうです、そう、保護者の気持ちも分かる、いやすごい、うん、今もう一回柳田理香先生主催の天下無敵塾あったら私通いたいわ、私通いたいですね、本当に、で先生よしじゃあもう一回やってみるなんて塾開いていざ教室のドア開けてみたら50歳60歳のおじさんかもしれない ね、 だね、私ももう一花探したいんです先生全然中学生来なかったりして、ありえますね、ありえますね、はい、よくあることです、はい、すいません、はい、さて空想科学研究所主任研究員柳田理香さんに今日ご紹介いただくテーマはこちらです。聞く空想科学、まずは一気に紹介します。聞く空想科学その1、蛍の光で勉強してみよう。その2、日本の裏側は本当にブラジルなのか、以上の2つですこれはもう相変わらず空想科学してますね知りたいけど、これは2つとも物の例えなんじゃないかなと思うんですが、さあ1つ目、はい、蛍の光で勉強してみよう、はい、これをぜひお願いします。これ実際に中国に実在した社員っていう人が、はい、本当に蛍の光で勉強したらしいですよね。そうなんですか、はい、貧しくて、明かりにする油が買えないので、蛍を数十匹こう絹の袋に入れて、はい、その明かりで勉強したっていう、はい、言い伝えがあって、そこから慶節の功、うん、もう一人雪の明かりで勉強したという人もいまして、はい、というのができたということなんですけども、貧しくてもどんなに環境悪くても勉強して、はい、そして立派な人になったよっていう、そうですね、例えですけどね、まあ、ところが実際にそれで本当に蛍の光で勉強できるのか、はい、で僕は疑問に思ったんですけど、実は僕よりはるか前にも疑問に思った方がいたらしくて、は、蛍の光の明るさを調べたっていう記録が残ってるんですね、はい、それ距離3センチでニルクスだったそうです。ニルクス、ルクスっていうのは、はい、この机の面とかの明るさを表す言葉でして、電球とかに書いてますよね。電球はね多分、ルクスではないかなと思うんですけども、あ、失礼しました。まあ、例えば夜の食卓とかは300ルクスがちょうどいいとか、はい、勉強には500ルクスがちょうどいいとかっていう単位ですね、はい、で蛍の場合は3センチで2ルクスです。2ルクス、はい、例えば30センチの高さにその金の袋をぶら下げたとしたら、これ距離が10倍になると明るさは100分の1になりますので、そんなに減っちゃうんですか。はい、ホタル1匹で 0.02 ルクスしかないんですね。はあ、これで勉強にふさわしい500ルクスを出そうと思ったら、ホタルが2万5000匹必要と。2万5000、はい、うわ、だからもうホタルを捕まえるのに忙しくて、多分勉強してる暇ないですね。ないというね、もう全然軽説の功じゃなくなっちゃうねきっとね。でもよく考えるとですね、この500ルクスっていうのはこういう活字みたいな教科書やノートを見るのに必要なんで、うん、はい、そうですね、昔の中国ですからこう筆文字ですよね、はい、もっと暗くても、うん、ろうそく1本ぐらいでもよかったんじゃないかと。そうですよ、昔は大体暗いですからね。そうですね、だとしたらろうそく1本から距離30センチ離れたところっていうのは、11ルクスですので、お、それだったら550匹でいい。まあ、でも550か。ちょっと机の近くにして。そうですね、でもおまけにホタルっていうのは幼虫の時にはカワニナとかを盛んに食べるんですけど、はい、水中になると物を食べないんですね。そ
そうですか。水は飲まない。水は飲みますけども、だから1週間から2週間しか生きない、はい、1年のうち1週間から2週間しか勉強しなかったら、やっぱ勉強しない人ですよね。そうですよね。ちょっとね、1週間だけ本当に蛍のようにパッとついてパッと勉強やっちゃうみたいな、そこでまた調べまくったところですね、蛍って実は幼虫の時も光るんですね。へえ。幼虫の時もさなぎの時も卵の時も光るので、だから成虫だけで勉強するんじゃなくて、はい、卵の時から育てながら勉強すればいけたかもしれない。手回りで育てるってことですね。もうむしろ自分がその蛍の集団の中に入っちゃうみたいなことですよね。そうですね。そうなんだ。この社員っていう中国の昔の偉人は、はい、本当に蛍で勉強してたんですかね。やっぱり立派な人になってるわけですので、はい、勉強はしなかったはずはないですよね。そうですね。それで蛍で勉強したとするとやっぱり幼虫を育てたりから始めたんじゃないですかね。やっぱりやってたんですね。これね、役人になってなければ蛍学者になれたと思いますね。そうですよね、はい、そうか、社員はきっと蛍の生態に異常に詳しかったでしょうね。詳しかったんじゃないかと思いますね。と蛍の採集が異常に上手だったそうですね。もしくは社員の家族が上手だったか。そうですね。あと慶節時代、慶節ですが、雪の明かりで勉強したっていう偉人もいるんですよね。これは雪っていうのは月の光をよく反射するので、はい、それで勉強したというんですけども、月って動きますからね、一晩のうちに、はい、だからちょうど何かに当たって部屋の中にその雪の、月の反射光が入ってくる時間帯って限られてたはずで、はい、でずっと部屋の中にこう月の光を入れるためにはうまくこの雪の壁を作って角度を変えてうまくやらなければいけなかったはずで、やっぱりこの人も勉強してる暇はなかった可能性がありますね。そうですよね。風で変わってしまう家の前の雪の壁をパラボラアンテナのようにこう角度上手にこう、そうですね、削って削って、はい、ちょうどうまくこの内側に向けてカーブした雪の壁を作っておけば月がどの角度になっても光は入ってきたかもしれないですが、まあですから相当光の反射に詳しい人になった可能性がありますね。これはじゃあやっぱり雪に反射する月の明かりで勉強して偉人になったっていう人も勉強してないってことですかね。まあ してる暇があったかなっていうのが心配ですね。そうですね、令和の科学をもってすると勉強できてたのかなっていうことですけど。へえ。いやでもやっぱり雪の反射で月の明かりで条件良ければ本当に明るいんですね。それは要するに月の光、直接入ってくる月の光プラス、はい、反射して入ってくる月の光がありますので、実際の雪国で生まれた友達とかに聞くと、うん、雪の日の月明かりっていうのは結構明るいみたいですね。蛍よりよっぽど明るいんですね。そう、あと窓のところに本当に白いのが来ると本当にあれですよね、ボワーンボワーンと反射しますからね、いやーそうですか、ね、社員、中国の偉い人 ねまた社員っていう、あそう ね英語にすると輝くっていう、ね、あそうですね、はい、さて空想科学研究所主任研究員柳田理香さんに聞く空想科学2つ目ですが、日本の裏側はブラジルなのか。これはよく物の例えで言いますけど、はい、どんどん地面を真下に掘っていくと、はい、最後はブラジルに出るっていうふうによく言われるんですけども、これ調べてみたらですね、東京から真下に掘っていきますと、はい、東京北緯36度、はい、東経140度ですので、そのちょうど裏側っていうのは南緯36度、西経40度になるんですね、はい、そこは、ウルグアイから東に1000キロの大西洋になります。あらら、海なんですね、東京の真裏は、ね、はい、あらで、南米の大陸が裏側になるとしたら
奄美から沖縄にかけてはになりますので、ええ、真下に穴を掘ってブラジルからブラジルに行こうと思ったら那覇ぐらいから始めないといけないってことですね。なるほど、真裏ブラジルだよっていうことを証明するためには、はい、入り口は那覇が最適だということですね。そうですね。へえ。例えばこれやるのは大変でして、やらないですよ。あ、やらないですかやったとしたら、現在の技術で考えれば、地球の直径って12,800キロですので、はい、そしてあのトンネルを掘るシールドマシンっていうのは、今一番速いもので時速3メートルなんですね。1時間に3メートルトンネル掘り進むっていう。そうです、これでやると485年かかりますので、はい、ですから、今年から掘り始めたとして、着くのは西暦2505年ってことですね。へえ。トンネル掘るマシーンって1時間で3メートルでも結構掘りますね。なんかね、いやすごいですよね。本当にあの、人間が手で掘っていた時代から考えればそれはもうすごいことだと思います、はい、でその最新のトンネル掘る機械作って那覇からブラジルまで掘ることは、はい、一応計算上は可能だということですね。まああの、地球の内部の温度が高いとか、はい、そういうことを除けばの話ですね、地球の中心部は6000度ぐらいありますので、はい、だから、まあ、そこを通過するのはなかなか大変になりますね。そうですね。ただその6000度を耐えうる科学もありますよね。今一番高い温度に耐える物質って言ったら炭化タンタルというものがありました。炭化タンタル、はい、タンタルは金属で、それと炭素の、化合物ですね、これが3800度、ほら理化燃費によれば耐えますので、もちろんあのずっとそこにいたら溶けるんですけども、溶けきる前に通過することはできるかもわからないですね。そうですよね、ちょっと厚めにタンタルで厚めのものを作っておいたりとか。そうですね、あの、内部が空洞になった大きな球を作って、その中に入っていれば何とかなるかも分かんないですね。来ました来ました。怖いよ、ただ怖いですねちょっとねもうこれは大変ですよ。要するに穴を掘りましたと、でその中に入って穴に飛び込みましたと、すると21分後、はい、地球の中心をマッハ23で通過しますそして42分後、その裏側の町でですね、那覇の裏側は、はい、パトブランコっていう町です。パトブランコ、はい、あ、急に行ってみたくなりましたね。そうですね。でそこに出た瞬間にうまく向こうに着地しないと、また地球の重力に引かれて戻ってきますの です。あ、なるほど、行ったり来たりになっちゃうんですね。そうです。で行ったり来たり行ったり来たりすることになって、そのうちエネルギーが失われて、最後地球の中心で、最後を待つと。いや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 、それはなかなかな拷問ですね。ですから、やっぱりあの裏側で行こうとしたら、パトブランコに着いた瞬間、何かに捕まらなきゃダメです。捕まる。特に一発目ですよね。そうです。二発目は、また那覇まで戻ってくるんですけども、那覇の地上に出られるとは限らないですから。そうですよね。ちょっとずつ、ね、力が失われて、はい、ですからチャンスは1回しかないです。いやーすごい、空中ブランコの一発目を捕まなきゃもう戻ってこないみたいな。そうですね、でも昔あの、成田からリオデジャネイロまで直通便があった頃は28時間かかったそうですよ。あ、急に現実の話ですか、はい、ブラジルまで、はい、それを42分で行けるんですからね。確かに、ね、そういう時代来るかなすごいですよね。やっぱりこれ個人でやるのは大変で、やっぱり飛行機会社って言うんですかね、その地球貫通会社ができまして、それで頑張って反対側に行った時に何かにキャッチ、そうですよね、ができなかったら、ただいまキャッチに失敗いたしましたっていうアナウンスが流れることになりますね。で徐々に地球中心部にみたいな、そうです、とどまることになります、ね、はい、お客様の中にお医者様がいらっしゃってももうどうしようもないですね。どうしようもない。いやそうか、でも一応重力で
あれですね、那覇から行くとその重力でずっとマッハ20いくつで行って、はい、で向こう側に徐々にマッハが減ってって、そうです、最終的にはパトブランコでは速度がゼロになりますので、あ、じゃあその瞬間ハッシーと掴むってことですね。そうですよね、確かに。で徐々に電車が止まるみたいにスピードがずーんとなってきた時に、はい、パシッと掴む、はい、降りる。ちょっとでもパトブランコのね、ホームの駅員がちょっと様子を見せてあ、出すの忘れてたみたいな、あららって。そうか、ちょっとパトブランコ行ってみたいな、なぜかですね。でもあれですね、地球ってやっぱりどんどん中心の方に行くと温度が高くなって、はい、っていうことは、本当に距離と比例してるんですね。そうですね、やっぱりほんの少しでも潜ると、例えば、地下440キロまで潜るともう1000度になりますので、はい、あ、そんなに、はい、まあ、本当飛び込んだ1分後は地下18キロまで落ちますので、はい、その時が530度ですかね、はあ、で5分後440キロまで行ってそこはもう1000度突破、なるほど、21分後は地球の中心の6000度ってことですね。そうか、まあ、比例じゃないですけど、でもあれですね、やっぱりあんまり自分たちが地底の方に進むっていうのをイメージしたことないんで、はい、予想よりも早い距離で信じられない温度になりますね。そうですね、ドロドロっていうかジュッって感じで、うん、あ、普通に行ったらそうなりますね、もう 4,5 分でジュッでおしまいになります。ですね、だからなんか地球の中って怖いっていう感じの印象になる ね, なんか、うん、だからものすごい深い穴が開いてると怖いよってことだね。あ、そうですね、そうですね、改めまして、今日の日曜天国はゲストに空想科学研究所主任研究員柳田理香さんをお迎えしています。今日ご紹介のあったお話も見ることができる空想科学研究所の YouTube チャンネルはアルファベットで空想ラボ KUSOLAB と検索してください。そして柳田理香さんのデジタルコラム空想科学の研究レポートがヤフーニュースにて連載中です。さらに来月3月2日にはジュニア空想科学読本24が角川翼文庫から税込み748円で発売されます。おなじみの童話や人気漫画アニメの疑問を科学的に解説するベストセラーシリーズの24弾です。ぜひチェックしてください。そして柳田さんの YouTube チャンネル人気ですね。 ありがとうございます。先生これ一番塾の講師やってたから得意なパターンじゃないですか。そうですね、あの人前でこうやって身振り手振りで話すっていうのは、はい、うん、はい、昔やってたことですんで、はい、本当懐かしいですよね。ですよ、きっと天下無敵塾の、ね、塾生たちも、はい、あ、先生って感じ思ってるんじゃないですか。あ、見てくれてるんじゃないかと思いますね。ね、はい、ぜひ柳田理香さんの YouTube チャンネルアルファベットで空想なので KUSO ラボと検索してください。いやー、柳田先生本当にちょっともう私は天下無敵塾リターンぜひやってほしいなと思ってるんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、はい、今日は空想科学研究所主任研究員柳田理香さんにお話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、触らぬ神にたたりなし、サハラの旅に畳なし。お聞きの放送は TBS ラジオ905-954。女性の方、ひまひまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ホテル療養中の方のお話ありましたが、私はホテルが満室で自宅療養中です。喉の痛みと発熱という典型的な症状から始まりました。症状が出てすぐ部屋にこもり、すべての家事を主人と子供たちに託しました。今のところ家族全員検査結果は陰性、しかし急に私に会えなくなった末っ子が寂しがって部屋を覗いてまあまあと叫び、隙あらばマスク代わりに鼻をつまんでニコニコと部屋に侵入してきます。どうか映りませんようにとハラハラしています。そうだよね、ちっちゃい子供いるとお母さんね部屋の中にいて、うん、会いに行っちゃうよね。
さて今日はちょっとズルしちゃったことということで、川崎市多摩区のお茶さん男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。僕のちょっとしたズルは、自分と違うお酒を飲んでいる人に一口もらうときに、うん？と味の違いがわからないような表情をすることで二口飲んでいることです。真剣な顔をしているとなんとなく許されてしまいます。最近では三口飲むこともできるようになりましたというね。気持ちはわかるよね。お何なんて、芋なんてね。麦か、お違う、黒糖、お口当たりがねなんつって、ね、おなんつってこんなズルしたって人生に大差ないから、もう自分で頼みなよ、おなんつって。イギリスロンドンからいただきました和風流さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。我が家には7歳と5歳になる娘2人がいます。出かけるときなどおやつを2つまで持って行っていいから自分で選んでごらんと言います。それぞれ一生懸命吟味してえりすぐりの大好きなおやつを2つ選びます。はい、選んだお菓子は各自の手提げやバッグに入れ、おのおのが持っています。はい、ある日ふと下の子の袋の中を覗いたらお菓子が3つ入っていました。と思い、上のお姉ちゃんの袋も見たらこれまた3つ入っていました。姉妹で口裏合わせをしたわけじゃないのに2人揃って、しかも1つだけ多く入れちゃうというズルをするなんて、やっぱり姉妹だなと思いましたが、かくいう私も主人が気づかないような範囲でほんのちょっとだけ多めに現金を引き出し、差額をへそくりに回していたりするので、姉妹というよりやっぱり親子だななんてしみじみ思っていました。娘たちにはおやつを4つ入れるようになったらそれは行き過ぎだと諭したいと思います。ね、なるほどですね。まあちょっとね、まあ、グレーゾーンっていうか、まあそうですね、うん、おやつ2つまでって言ったら2人とも3つ入れてたっていうことでね、はい、4つ入れるとげんこつもらっちゃうっていうことかな。あ、そうか、今はげんこつなんかしないのか。そうですね、いろいろあるね。加減ですね。加減ね、うんうん、そうそう、うんうんうん、ちょっとはいいかなっていう、ね、ことですよね。川崎市麻生区のチョコホリックさん、32歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の好物はイクラです。そう、イクラ美味しいよね。最近高いもんね。先日自分と妹のお昼ご飯用にスーパーでチラシ寿司を買いました。はい、2つ買ってきました。チラシ寿司にはイクラがトッピングされていました。帰宅後ダットのごとくキッチンへ直行し、妹の分のチラシ寿司から一つ分残らずまぶされてるイクラを食べ、容器の蓋を閉め、涼しい顔で妹を食卓に呼び、2人でチラシ寿司を楽しみました。他人思いな妹の一面を心から尊敬しています。チョコホリックさん32歳。ねえ、妹さんいくつなんだろう。そっか、なんかね、なんかこう乗ってなかったっていう感じのオレンジの形跡とかなかったのかな。錦糸卵になんかちょっとみたいな、赤い汁ついてるけど何みたいなこと。でも綺麗にね、いくら取ると分かんないかもしれないよ。上手にやったんですね。上手にねやるとね、気持ちね分かりますよ。でもね、絶対ねどっかで帳尻合わせありますから。そうですか。ちょっとズルしちゃったこと、兵庫県伊丹市の伊丹 C さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。小学生まで散髪屋で髪の毛を切ってもらっていましたが、中学生になり友達がパーマ屋さんに行こうと言い出しました。塾の隣に新しくできたパーマ屋さんがオープンセールでめちゃくちゃ安く切ってくれるということで、2人でお小遣いを握りしめ、大人の階段を上る気持ちでドキドキしながらドアを開けました。そうね、初めての美容室パーマ屋さんは嬉しいよね。ただ中は閑散としており、年配のご夫婦がいらっしゃいと出迎えてくれました。はい、なんだかイメージしていた美容室とは違います。もっと私がイメージしていたのはいい香りがしておしゃれな雰囲気のはずなのに、はい、先に友達がどう見ても散髪屋さんと同じような椅子に座りました。当時マッシュルームカットというおかっぱ頭にしていた友達は大人になるため段カット、今でいうレイヤーカットをしようと約束していました。はい、純子ちゃんが段カットでお願いします
と伝えるとおじいさんは、はい、わかりました、何段にしましょうかというのです、何段？それは選べるの？数えられるの？うん、後ろのベンチで座っている私は違う意味でドキドキしながら見守っていました、はい、純子ちゃんは少し考え震える声で一段でお願いしますと答えています。するとおじいさんはそこから得意げにハサミをちょきちょき動かして後頭部中央に見事にまっすぐ一段横に入れたのです。どう見ても私たちが望んでいる出来上がりではありませんが、おじいさんはご満悦で、よしどうや。純子ちゃんは無言になってしまいました、はい、ずっと横で見ていたおばあさんはオーバーに、わあ似合ってるわ似合ってるわと盛り上げていて、その声が店内に響いていました。はい出来上がり、次はあんたやなと言われた私、段カットにしようと言っていたのに友達を見て、私はちょっと長さ揃えるくらいにしてくださいと思わず言ってしまいました。帰り際気まずい雰囲気の中、なかなか可愛いじゃない、私はなんか気が変わっちゃってごめんねとまたまたずるい言い訳をしてしまいました。友達は翌日学校で誠ちゃんとか八担ぎ姫などと言われ、別の美容室で直してもらうことになりましたが、かなり一段の断層が大きく元に戻るまで相当時間がかかっていたようです。今でもいい香りの美容室でリラックスしながら髪を切ってもらうとき、たまに思い出して胸が痛んでいます。本当にごめんなさい。胸が痛みますね。そうね、なかなかね、いやまたこのね美容室の年配の美容師ご夫婦もなかなかね、急に若い人のカットはなかなかできないよっていうことはあるかもしれないし、断れもできないからっていうね。誰も悪くないかな、誰も悪くないね。そうね、まあでも純子ちゃんとね、ダンカットにしようって言ったのに急に自分だけね、ちょっと長さ整える程度にしてくださいって言って、あいいじゃない似合ってるじゃないなんて言って、いやどっちを取るかですよね。一生でも美容室の椅子に座るとそのね、純子ちゃんに対する申し訳なさに ね苦しむわけですよね。そうです、二人で誠ちゃんになってもよかったのかもしれませんでした、ね、そうですよ、ね、必ず人生帳尻合わせてますからこういうことなんですか。そういうことですよ。で意外に65ぐらいになった時にあれだよね、純子ちゃんに会いに行く時に自分が誠ちゃんカットとかにしてね、なんかねみそぎを、みそぎをね、ボーダーの涙でね、純子ちゃん許してくださいっつって、ごめんなさいっつって、すいませんっつって、ガーって泣くんね、そういうことはあります。練馬区の練馬あるさん、男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。最近ちょっとだけ肥えてしまった私、家で甘いものを禁止されています。我が家には生後8ヶ月の娘がいます。コロナ禍のため実家の両親にはなかなか会わせてやれず、代わりにいろいろな貢ぎ物が送られてきます、うん、その中に赤ちゃん用の卵ボーロがありました。私は夜な夜な妻に隠れそれを食べていますこの前妻がボーロが減っていると言っていたので、はい、あー娘よく食べるねと答えていました。練馬あるさんからいただきましたみんなそれぞれ家族へのね嘘がありますね。たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、春の訪れ三寒四温、映画撮るならその四温、母さん好きなの佐賀ほのか、父さん好きなの小野ののか、お聞きの放送は TBS ラジオです。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、2時間のお付き合いありがとうございました。それでは1995年平成7年発売、シャランキュー、ずるい女に乗せて、今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は群馬県高崎市の丸豆さん、東京都江東区のラジラバさん、神奈川県横浜市3匹の大豚の母さん、大阪市ジェットストリームさん、兵庫県のすずさん。カルピスセットの当選者は横浜市のみやびこさん、千葉県のてるみさん、福岡市のお布団モンスターさん。続いて醤油大使セレクトミニボトル5本三口醤油皿セットの当選者は那須塩原市の地球最高のお父ちゃん、北区のプリンスゴッドさん、松戸市のパプリカとナスが好きさん、習志野市のサササさん、そしてパナップ36さんです。おめでとうございます。
今日は関東地方雨雪になる予報が出ています。スタジオになります赤坂も先ほどから雨が降り始めました。北部山沿い秩父地方多摩地方では降り始めから雪になる見込みで、月曜の朝にかけまとまった降雪量になりそうです。今日の日曜天国、プロデューサー川原正文、ディレクター新秋夫、田中健志郎、テクニカルディレクター大沢晴美、アシスタントディレクター亀山真帆、構成佐藤健、布広太一、大中マリア、新谷雄介、椎名春人、スタジオ担当は安住慎一郎と中澤由美子でした。それではいい日曜日にしてください。ごきげんよう。さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住慎一郎の日曜天国。2月20日のゲストはノンフィクション作家の高野秀幸さん。意外な納豆のルーツについて伺います。メッセージテーマはおすすめしたいもの。皆さんからのお便りお待ちしています。